こんにちは、目黒区の自律神経救世主、原町接骨院、北松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みのあなたにお役に立つ情報を提供いたします。今回は、便秘とストレスと睡眠負債は溜めてはいけないということについてご説明いたします。まあ、ストレスと便秘はね、当然ですけど、睡眠負債っていう言葉はね、あまりお耳にしたことがないと思います。今回はその睡眠負債についてご説明いたします。睡眠負債とはですね、睡眠不足が借金のように蓄積された状態です。睡眠不足のダメージがですね、本当に脳や体に溜まったような状態で、どういった症状があるかと言いますと、1つ目、朝がすっきり起きれない。で、2つ目、寝た実感が得られない。3つ目、入眠に30分以上かかる。4つ目、日中眠くて仕事の効率が下がる、などが挙げられます。この4つのうちにね、当てはまる事項がある方は、睡眠負債の毛があると思ってください。そしてこの睡眠負債を生む原因なんですけども、1つ目、もう、単純にもう睡眠不足。もうそれ寝る時間が短かったら睡眠負債できるのは当たり前です。二つ目は睡眠の質が悪い。これは結構ね、大きいんですよね。例えば6時間しか寝てないけど睡眠がもうしっかり寝た気がする方、8時間寝たんだけど寝た気が全然ない方、いらっしゃると思います。その8時間寝ても寝た気がない方っていうのは睡眠の質が悪いっていうようなことが挙げられます。じゃあどうすればいいのか。その対策は、次回の動画で説明いたします。ということですね。次回の動画もしっかりご覧ください。また、この動画をご覧のあなたがもし、今回の睡眠負債のような症状だけでなく、自律神経の症状、またはその他の症状でお悩みの場合、私があなたのお役に立てるかもしれません。もし、興味がある方は、当院のホームページご覧になってみて、電話でもメールでも LINE でも私の方にご連絡ください。必ずあなたの力に立てるでしょう。ということでですね、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ではね、次回の睡眠負債の対策、ぜひ、ご覧ください。